人ってね、なんかこう右肩上がりに日々成長したりはしないんです。じゃあどういう時に人は成長するのか、これもうね1点決まってます。まあ、離職をしていく人たちにアンケートを取ると、一番多くの理由はですね、上司と合わない。この価値観の断絶が今日本企業の戦略が実行されない一番大きな理由になっていると思います。相手の気持ちがわからない、ご自身もすごく忙しい、だからこそ私はこの中間管理職の方々を救いたい。人を育て人を動かす中間管理職がいる会社、こういう会社こそに人が集まり、そしてこれから成長していきます。管理職受難時代、それを表すアンケートがこちら。若手社員の退職理由、その第1位は上司との関係性。そして若手社員のおよそ7割が管理職になりたくないという結果に。そんな不遇の管理職を救うため活動を行っているのが南一輝。大手外資系企業と江崎グリコで人事の経験を積み、世界標準のマネジメント術で日本企業200社以上で人事変革と事業成長を推進。著書も多数出版し、現在は管理職中心のマネジメント育成プログラムで年間2000人以上サポートしている。そんな南が今回最も伝えたいことは。今回の講座で私が一番伝えたいこと、それが People Management。 これはですね、人を育てて動かす力のことです。これまでの管理職は仕事を教えることが仕事でした。しかし今の人たちはそれでは動きません。仕事を教えるだけじゃなくて、早く育てて納得して動かす、これが大事です。人を育て動かす力、ピープルマネジメント、これが時代の移り変わりでいかに大事になってきたか、まずはそれを解説する。昔はリーダーって仕事ができる人がリーダーになりました。何かというと、リーダーの仕事は仕事を教えることだったからです。それ何でかというと、前やってた仕事がこれからも同じようにやっていけば成長した時代があったからですよね。しかも前は、みんな同じ会社でずっと働くってなってましたから、とにかく嫌でも何でもリーダーが指示して管理すれば、勝手に人動いてたわけですね、嫌が応でも。でも今はそうじゃないですよね。みんな選択肢があります。他にも働く場がある。そうすると、これちょっと納得できないなとか、これは自分の成長にはつながらないんじゃないかなと思うと、最低限しかやらないわけです。でもそうすると勝てっこないですよ。みんなどんどんやってんですもんね、世界中は。なのでこれからのリーダーはね、もちろん仕事ができること大事ですよ。でももっと大事なスキルがある。それなぜかというと、人を動かすスキルなんですよね。もっと言えば人を成長させて動かすスキルなんですね。しかも主体的に。これをピープルマネジメントスキルって言います。このスキルを持ってるリーダーはメンバーが動くんで結果が出ます。だからこの多様な価値観でいろんなことを、日本は日本人だけって言いますけど、それでもね、この10年みんな働き方に対する考え方変わったし、会社に対する結びつきも大きく変わりました。そういう人たちを納得させて高いモチベーションで育てて動かす、こういうスキルをね、今回皆さんに学んでいただきたいと思ってます。ではここからは結果を引き出す世界標準のピープルマネジメントについて学んでいく。まず知るべきは現代の管理職の役割。管理職には絶対にやらなければいけないマネジメントの3つの役割があるという。リーダーに求められる役割っていうのは、まず人を育てるってことです。そのためにいるって言っても過言じゃないです、本当は。
人材のクオリティが揃ってないのが前提にあるので、だから育てる技術持ってないといけないですね、リーダーっていうのは。でもう一つは意思決定できないといけないです。ここでリーダーが意思決定しないんだったら、もう社長が全部決めてる方がいいんですよね。その方が全体最適ができるんです。より納得度が高くて、より現場のことが分かってる意思決定をリーダーがするから意味あるんですね、組織って。そして最後にリーダーって情報を流通させなきゃいけないです。上からの情報もちゃんと伝えなきゃいけないでしょ。下からの情報もちゃんと聞かなきゃいけないです。それで人って動いていく、納得して動いていくわけじゃないですか。今回重点的に学ぶのは、ピープルマネジメントの中でも多くの管理職が悩んでいるこの3つの役割について。まずは人の成長を早める人材育成術を伝授。皆さん、成長って、まあ、ご自身も振り返られると、もういろんなことあると思うんですけど、人ってね、なんかこう右肩上がりに日々成長したりはしないんです。実はそうじゃないんですよ。人ってこう階段状に成長していくんですよね、不思議なことに。まあ、これ成長曲線って言うんですけどね、まあ、このキュッと上がる瞬間のことを、まあ、ブレイクスルーって言います。でこれどうやって迎えていくかっていうことが大事なんですよね。実はスキルが上がっている瞬間、つまり無我夢中でガンガン頑張ってるとか、例えば皆さんもこう受験とかあったと思うんですよね、まあ、なんか勉強している瞬間とかっていうのは、実はここの横の、まあ、ちょっと上がってるんですけどね、知識が増えてるから。だけど、まあ、基本的には横ばいなんですよね、うん。でよく修羅場体験とか言うじゃないですか、まあ、例えば試験を受けるとかでも、難しい試験を受けて模試を受けますよね。で E 判定だったね、成長してるなって感じします？いや、しないんですよね。これ勉強してんですよ。こういうね、苦労をする大事ですよ。いいんですよ、悪いことではないんですけど、それで結果が出ない、失敗しちゃうね、失敗いっぱいさせたらいいんだってよく言うでしょ、失敗する。でもその時に成長ってそんなしないんですよ、実はね。それなぜかというと、この方法じゃダメだっていうことが分かるだけだからです。じゃあどういう時に人は成長するのか、これはもうね、1点決まってます。成功体験なんです。こうやればいい結果が出る、こうやれば成功するっていう一つの型を皆さんが何がしか得た時、その時に皆さんは成長実感を得ます。で成長するんですね、実際自信を持って。その時に人はモチベーションが一番上がります。こういうことなんですよ。そうするともっとやるようになるんですね。そしてスキルの向上をしていくスピードが早まります。そうすると次の成功体験が早く来るんです。こうやって人のスピード、成長スピードってギュッと早くしていくんですね。これがコントロールの方法です。これをたまたまじゃダメなんです。これからのリーダーはこの成功体験を計画的に与えていくんですよ。なんかこう全部こうなんかこうお膳立てしてみたいな感じでね、嫌に思う人もいるかもしれませんけど、それが技術です。割り切ってください。裏で手伝ってもいいです、全然構わない。で成功させてください。で後で言ってください、実はねと、あの時裏でちょっとこういうのやったんだけれども、次自分でやったらいいよって言えばいいだけなんですよ。そしたらそれはね、もうね、成功してるんでね、モチベーション上がってるんでね、大丈夫、落ちないんです。人の成長を早めるには、成功体験を意図的に与えてモチベーションを維持させること。では続いて、部下を成功体験に導く適切な指示の仕方を学ぶ。そこで活用するのが、現在リーダーシップ行動の世界標準となっている条件適合理論。まずはこの理論が生まれた歴史的背景を説明する。リーダーシップの理論というのは、まあ、大きくも3つしかありません、世界に、歴史的にもね。で人類はまあ非常に長い時代をこの特性理論で生きてきました。でこれは何かというと、もうリーダーは生まれつきだっていうことですね、もう才能だっていう。
これずっと人類これできたんですが、戦後ですね、ようやく、まあ、そんなことも言ってらんなくなったわけですよ。たくさんリーダーが必要になったと。でそこで人類がたどり着いたのがこの行動理論なんですね。これが1950年ぐらいにアメリカでできて、これは何かというと、リーダーっていうのは実はですよ、優れたリーダーっていうのはなんか優れたリーダーが取っている行動みたいなのがあるのですと。でこれをたくさんたくさんサンプリングするとなんかこういう行動モデルみたいなのが出来上がるのですと。で日本にもこの行動理論というのは高度経済成長期の後半に入ってきてものすごく馴染みました。これは日本はまあ製造業でずっと来てる国ですから、弟子が師匠の真似をするっていう価値観はすごく合うんですよね。なのでこの行動理論をガンガンやっていこうということで、もうほとんどの会社のリーダー育成の理論というのも、まあ、プログラムというのはこの行動理論、つまり行動を勉強するっていうことになりました。まあ、ところが20年ぐらい前ですね、アメリカでこの行動理論で育ててきたリーダーたちが全然成果が出ないっていう局面に、まあ、ぶち当たったわけです。それなんでか、ちょうどその頃のアメリカって、まあ、インターネットが普及して、やれアマゾンだ、やれグーグルだって、まあ、ビジネスモデルが全く違うようなプレイヤーたちがどんどん出てきてどんどん成果出し始めたわけですね。そうすると過去に優れたリーダーがやってたと言われるいろんな行動をそのまま真似して育てても全然うまくいかないですよ。つまり周りが変わっちゃってるから、環境が。そこで出てきたのがこの条件適合理論ってやつですね。実はこの変化の時代においては条件だとか、または相手の状態に合わせてこのリーダーシップを使い分けるっていうのが適切なリーダーシップなのですっていう、まあ、そういう理論がちょうど20年ぐらい前にアメリカでできました。これが今の世界のリーダーシップ理論の標準なんですね。日本にも、まあ、本当この5年ぐらいですね、ようやく入ってきて少しずつ、まあ、私のリーダーシップアカデミーというのはまさにこの条件適合理論を教えているわけなんですけれども、まあ、この条件適合理論もたくさんあるんですが、まあ、その中で、まあ、一番もうベースになる、しかも現実的で使いやすいっていう理論が一つあります。まあ、これを SL 理論って言います。僕もそれまでは、まあ、リーダーの姿ってやっぱなんかあると思ってました。理想のリーダー像みたいな、きっとあるんだと。でそれを真似るんだ、でそうやって優秀なリーダーになるんだと思ってたんですけど、いや確かに言われてみれば、それ全員に通用しないよなっていう時にですね、この SL 理論というのはものすごく使いやすかったんですよね。で SL 理論はもう4つだけなんですね。で今日皆さんに覚えてもらいたいのは、皆さん4つの顔を持ってくださいってことです。 SL 理論は社員の特徴に合わせて指示の仕方を4つに分類した便利な指標になっている。1つ目は指示型のスタイル。これはちゃんと教えてあげるってことです。これなんか意味分かりやすいですよね。仕事を教えてあげて、こうでこうでこういうルールだからね、だからこうしてねってちゃんと言ってあげるっていう、そういう接し方。2つ目はコーチ型。これはね、この仕事とかこの組織ってこっちの方向に向かって進んでるんだよねっていう、仕事の向かってる方向、まあよくビジョンとか言いますよね。まあそういうものを示してあげて、リーダー自身がそれを体現して見本を見せてあげてください。これがコーチ型です。3つ目は援助型。これもね結構分かりよい。これは基本任せるんですけど、その時に困ったら言ってねって言って任せてください。ただ任せるんじゃなくて、困った時を助けるから、困った時は言ってくださいって言って任せてください。そして4つ目、これ委任型って言って、これは自分の権限を一部渡してください。例えば10人いたら、メンバーがいたら3人分の評価はもうあなたに任せて私は口出ししませんとか、なんかチームのミーティングをやってたとしたら、このミーティングはもうあなたが仕切ってください、私はもう絶対もう口出ししませんっていうふうに、自分が口出ししない領域を作って渡してください。そして SL 理論を使い分けるため、
どんな社員がどこに該当するのか分類した表がこちら。その簡単な使い方を説明する。